滋賀県の加田知事に対する県議会の代表質問が3日の本会議で行われ、加田知事が日本未来の党の代表に就任したことで県政の運営に支障が出かねないという議員の追及に対し、加田知事は県政から国政を変えたいと理解を求めました。さらに知事は政党の代表との兼務について県政運営に支障をきたすことのないよう職責を果たすと述べられましたが、県政運営に支障をきたしていると判断するのは誰だと考えておられますか。また仮に県政運営に支障をきたした場合、政党の党首の職を辞するのか、それとも滋賀県知事の職を辞するのか、どのような態度を取られるおつもりなのか、お考えをいたします。原発から卒業し、やんこや地域のリスクを減らすこと、県民の9割以上が望んでいるこの政策を実現すること、さらには子育て支援、女性の社会参画など日本の国の最大の危機である人口減少などに地方の声を国政に届けたいという思いでありまして、私の政治に対する思いは一つであり、根本は変わることはございません。その意味で知事の職と党首の職の双方とも職責を果たしていきたいと考えています。仮に支障をきたした場合、党首の職を辞するのか、それとも知事の職を辞するのかでございます。県政運営に支障をきたすというようなこともないよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。加田知事はこれまで知事を辞職する考えはないことを繰り返し強調しています。ただ先月30日には当初出席する予定だった県のいじめ問題対策会議を欠席して、東京都内で党首討論会に出席し、さらに小沢一郎氏とも会談していて、問題だとする声が県議会で上がっています。加田知事は3日、報道陣の取材に改めて辞職を否定しましたが、再来年の任期満了まで知事の職を続けるかどうかについては明言を避けています。